人の絵ですけどね、これね、辛かったです。ですね、この曲選んだのはですね、あいみょんが音楽人生を変えた曲らしいんですよ。このスピッツの「サメナを聴いて」で、ロック魂っていうのね、いくつになってもこの「サメない」この情熱っていうのはすごいなと。私もこんな楽曲作りたいなっていうことで、なんか「君はロックを、なんか聞かない」っていう歌がありますよね。あの曲が生まれたっていうねエピソードをちょっと聞いたんですけども、めちゃめちゃいい曲ですね、これもですね。はい、じゃあちょっとこれも次の曲も打ちたいと思います。今日ね、女性一人ということで、じゃあ知恵さんのために松田聖子をね、急遽持ってきましたんで、はい、
街美しい日がキレキレに映る、いつか光景に変わったの。フシーさん、あ、去年行きました。去年行きました。フシーさんも行きました。あ、ですか。ねえ、あの山ね、そう、山の中で、すごいね、盛り上がってることだと思うんですけどね。はい、じゃあビンタも盛り上がっていきましょう。プロナンバーですね。はい、メンバー紹介です。ロシーさん。ある
遥かなる大地にそびえる一輪が、これからの奇跡に思いを寄せて、どんな色に染まってゆくのだろう。君はまだ答えを探している。風に揺らされても、雨に濡れても、無邪気な心は凛とした姿になる。いつかは君のために花を咲かせたい。今はつぼみのかけらもないけど、どんな場所であっても根を伸ばし続けて、僕にとっては君だけの花を。君が描いた夢は新しい時代に向かって、僕も一緒に追いかけていく。見失った時にはいつでも足を止めて、僕はずっと君のそばにいるから。悲しい時はひまわりのように涙こぼれないように上を向いて、光り輝く太陽にあって、いつも精一杯を得てる。背伸びした君の姿ぎゅっと抱きしめて、頑張れの言葉、君の力になれたら、いつかは君のために花を咲かせたい。柔らかなぬくもりの中で、情熱の赤色、優しい黄色に染まる。君らしく花びらが舞う姿を、しおれてしまわぬように僕が寄り添って、美しい輝き願い続けてる。こうして巡り会えた君だけの花に、僕は未来を名前をつけた。溢れる思い出がやがて愛に包まれて、
じゃあ次ですね、他の宮崎神社にちなんだ曲を作ったんですけども、これ何年前かな、3年前なんですけど、宮崎神社といえば何でしょう光の道ですね。その光の道へっていう曲をですね、歌いたいと思います。あの吉田さん、ノリノリの曲です。手が痛くなるかもしれませんけど、ワン、ツー、スリー、フォと思うほど駆け巡ってくる
心。